リエル・リエルはカンボジアの皇帝通貨。ポルッポと政権下の民主カンプチア時代の1978年に一旦廃止されたが、同政権崩壊後の1980年にカンボジア国立銀行が設立され、リエルも復活。ただし民主カンプチアにおいても貨幣が存在していたという説もある。カンボジア経済の実態と比較して、リエルの為替レートが 高めに設定されており、特に輸出においては、不利な状況に置かれるため、カンボジア国内であっても、中産階級や富裕層の間では一般にもっぱらベドトルが使用されているのが実情だが、地方では一般に現金所得の低い人々が多いこともあって、リエルの方が広く利用されている。また、公務員の給与は、リエルバラインが原則である。百五十三年に、 カンボジアラオスベトナム国立発見局カンボジア支店がフランス領インドシナピアストルとリエルの両通貨で紙幣を発行した当時発見局は南ベトナムにおいてはドンでラオスではキープで同様の発見を行ったリエルは当初通貨の補助単位を1リエルイコール103チームとしたが1959年に100000に置き換えた導入後数年は ピアストルも流通していた。クメールルージは紙幣を印刷したが、それらは貨幣として流通することはなかった。政権奪ッシュ後は貨幣自身を廃止した。1978年のベトナム軍の侵攻後、1980年4月より、リエルがカンボジアの通貨として復活、当初は1米ドルイコール4リエルの為替レートで導入された。 通貨の補助単位は1リエルイコール10角及び100戦。発行時、国の荒廃と経済破綻のため貨幣自体が市柱に存在しておらず、使用を推奨するため政府は新紙幣を無償配布した。2014年に発行された500リエル札には、日本の援助で作られた絆橋と翼橋が日照期と共に描かれている。ありがとうございます。